羽生結弦さんの復興支援への感謝のメッセージに中国のファンから感動の声。28歳のフィギュアスケーター、羽生結弦さんの東日本大震災の復興支援への感謝のメッセージが、中国のファンたちに大きな反響を呼んでいます。東日本大震災復興フォーラム実行委員会は26日、東日本大震災風化防止イベントの一環として、仙台市出身の羽生さんのメッセージ動画を公開しました。 動画の中でハブさんは、自身が仙台市のスケートリンクで震災の被害を経験したことに触れ、リンク周辺のお店の方々から食料や水、電池など様々な物資を分けていただきました。そこで被災した人々同士の絆を感じたんですと語りました。また、避難所での生活を支えてくれた人々に対して、優しさを感じました。自分自身も被災し、先の見えない状況で支えてくれた皆さんには、 本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございましたと謝意を表しました。さらに、ハブさんは宮城県や仙台市などへの寄付も行っていることを明かし、自分の力は小さいかもしれませんが、少しでも貢献できるよう、これからも継続的な活動を続けたいと思っていますと述べました。そして、各界からの支援に対して、私はただの宮城県の一人としてと再び感謝の意を示し、 これからも美しい自然と豊かな海に囲まれた東北地方に、人々の絆と優しさが溢れていくことを心から願っていますと締めくくりました。このメッセージが中国版ツイッター、美博士、ウェイボーのハブさんのファンアカウントで紹介されると、多くのコメントが寄せられました。彼のシンは水晶のように透き通っている、涙、心から尊敬しています。彼は震災の風化防止に尽力している。 世界的に有名になっても、ハブ選手は東北や仙台にとっての英雄であり、復興の元席です。ハブ選手の努力と善意が、より多くの人々の心を温かくしてくれることを願っていますといった感動的なコメントが相次ぎました。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。